ついに出ました。エクスセンス LB-C2000MDH。 このリールはですね、レバーブレーキの一番ちっちゃいサイズです。ボディのサイズがですね、1000番クラスという今までになかったサイズのボディにこのレバーブレーキの能力が搭載されています。このリールの最大の特徴はですね、まずそのボディのコンパクトさからくる圧倒的なこの軽量化、そして取り回しの良さですね。ボディとローターは CI4 プラスの素材で、軽量化を図っています。そして何よりも内部のギアはシマノの鋼、これが入ってますんで、まあ本当にスムーズで、もう長い間使ってもいつまでもこう巻き心地が良くて強い、本当に信頼できるギアが乗ってますね。そして、このリールはですね、もう一つ特徴がありまして、それはローギアです。近年スピニングリールシーバスの、ゲームで使うのはですねハイギアが多かったんですけど、ここに来てこのリールにはあえてローギアを搭載しました。その意味はですね、よりゆっくり丁寧に巻いて、ルアーをじっくり見せて食わすと、ルアーも早く動かせばいいルアーもあれば遅く動かした方がいいルアーもありますんで、それに合わせたセッティングになってます。そして、見た目の大きな特徴としましてはこちら、ダブルハンドルですね。ダブルハンドルってあんまりこうシーバスゲームで使うステージそんなに今までなかったんですけど、僕昔からこのダブルハンドルよく使ってまして、このハンドルのいいところはやはりその巻き心地のスムースさによる感度のアップですから、このダブルハンドルゆっくり回すとやはりシングルハンドルよりもすごい感度が良くて水中の変化が分かりやすい。そしてルアーもより等速直線に動かすことができるということは、シーバスの杭もそれで誘われて上がってルアーにバイトすると、そういう風な、リールになってます。このエクステンス LB-C2000MDH、本当にね、なかなかこれまでなかったこのコンパクトサイズにレバーブレーキということで、きっとこれでシーバスゲームが今後より一層変わって超過アップにつながっていくと思います。本当に僕も期待しているリールです。きっとよっしゃ食ったー、ツイッチ入れたら食いましたわ、食いましたよ。ええサイズです。これええの食いましたよ。これえらでかいわ、強烈や。これスリット入るんです、スリットに入るんですよ。スリットがすごいんでね、ここ絶対に主導権を握り続けとかなあかんけど、この辺のパワーバランスが難しい。今レバーでちょちょいってやって、ちょっとテンション抜いたりしながら、強烈やなこいつ。これでかいよ。これ大きいった大きいった、オッケーオッケー。これ硬い竿でやると大きいけへんからね、ゆっくり終わらしたい、ゆっくり終わらしたい。ほらええよ、来たこれはやばい、スリットがあるからやばい。次のタイミングでも一気にいってまう、次のタイミングで一気にいいから、これはやばい、絶対に取れへん。これは入ってほしい、入ってほしい、入ってくれ。いやもう一丁、もう一丁、うわでかい、入れ、よっしゃよっしゃ、でかい、角度が悪い、入ったー、よっしゃ取った、よっしゃ取った、でかい、いやーこれはやりましたよ、すごいぞ、ボーダーレスとレバーが効いたぞ、このサイズやばいでしょ、ほらやったー
超楽しいだ。すごい緊張したわ。やりました。やったー、最高。いやー、このね XSLB のねちっちゃいのね、やっぱ1000万ボディで軽いですからね、やっぱり今までよりもやっぱり水中の流れの変化をより明確に捉えることができたと思いますね。でやはりこのダブルハンドル、これもやっぱりあのすごいね、巻いたらもうこれ使えば分かるんですけど、すごいこうちゃんとね等速直線に巻けるんですよね。だからこう遠心力がこう変な遠心力がシングルみたいに効かないんで、スムーズにこう巻けるんで、よりその水中の流れの強いところ弱いところ、効いてるところ効いてないところがねすごい分かるんで、まあどうしてもねデイゲームって目がこう効くんで、いろんなものが見えていろんな情報が目から入ってくるんで、どうしてもこのリールの感度っておざなりになりがちなんですけど、これ使えばね本当によく分かりますね、はい、なのでもう本当武器になると思います。まあまだまだあのこのサイズのレバーブレーキっていうか、もうこの旋盤のボディのリールをシーバスのこのステージで使うということ自体がまだまだね全然皆さんちょっと考えがつかないかもしれないですけど、もうね実際は本当にこのリール自体のあの能力が上がってて、まあギアもね鋼が入ってて強いですし、まあ本当にあのコンパクトですけどしっかりとパワーもあって、もうシーバス釣るにおいてはもう何の問題もないですね。もう本当メリットしかないですね、はい。なのでもう僕も今後これガンガン使ってね、今後シーバス釣っていくと思いますけど、まあすごい武器が出てきましたよ、うん、本当にすごいと思いますよ。皆さんぜひ機会があれば触っていただきたいと思います。 XSLB C2000 MDH やばいっすよ。